2023年12月17日15時9分先ほどインターネットゲーム戦国府が12時開戦でいろいろあったんですけども相変わらずね最初の方に普通に聞いてたんですけども理由を表記してくださいとかこういうところからちょっとスタートしますけどもこの意図とかはね相変わらず まあ、喧嘩売るようなことを、えー、してくる。あまあ、言ってくる人間と明らかにコンビ組んでるんで、あのー、動き見たらわかるんですよ。ここでどういうふうな表現しようがね。僕は正々堂々、そういう、あのー、ストレートに言いますけどね。まあ、最初、敬語から始まって、えー、まあ、理由を表記してくださいと。その自分の名前が名乗れない理由とかね。で、この人たちは、あのー、語気とね、 あの、円形を結んだどうこうとかね。もともとアマテラスのところとか見ましたけども、円形、えー、ああいうふうに同じマークをつけてるところだけとか、もうみんなそういうようにしてたんですよ。大抵のところは。で、えー、この辺のところも、あの円形のところとかもうコ,ロコロコロコロ変えられるから。から固定せなあかん。そもそもで言うと。いち,いちいちいちあんなに増えたらもうみんな調べる気なくなるから。 いや、ダメでしょ、とか、なんか、もう、笑いながら言ってるんだけど、ゲーム、ゲーム脳になっとるやつ、こいつ。その前に、一法律、あのー、一般的な法律が全て考えて、もうのを言わなあかん。で、こいつ、あのー、すぐ、あのー、笑い泣きのマーク使ってくる。挑発行為。で、すぐに、あのー、敬語じゃなくなってるから。これ敬語じゃないから。最後にこんなマークつけたら。 で、こいつはもう嘘言い始めた。で、こいつが、ま、アナウンサーの、あの、あや。フジテレビの、なんとかあや。うーん、加藤あや子。こいつかなと思ったのよ。ひよこマークつけたりとか、なんかもうややこしいことしようか、ね。うん、だけども、この人間が、その人間であることは断定できない。だからもう最初から僕言ってる、あの、Facebook とか、え、SNS 全部、あの、本名だけにしといた方がいい。テレビ局も。 そうすれば悪い子するやつおらんようになるから。フェイクニュースとか。だか嘘言うやつ紛れ込ませて、で、嘘言った人間が金持ちになって、で、強くなって、で、他のプレイヤーをいじめる。ふざけんなよ。会社でも人材派遣会社の人たちとかが解雇されてるやろ雇用助成金とか。みんな税金になりてってるんだから。テレビ局の人間。生活保護者なんか全然悪くないよ。 何か嫌なことがあったから生活保護とかになったり、仕事がなかったから生活保護になったりしてるんだよ。仕事の絶対数教えてたう。正社員公表数が2400万人台だったんだよ。2003年の個人情報法が出来上がる前に、その後に極端に人口を縮小化してるから生まれてくる人たちの出生、男性と女性の数、極端に減ってるの。逆三角形で。で、とある年だけ横にちょこっと、えー、伸びるような形になってるんだけども、一瞬だけ。 僕の方の語圏では、あの、あだ、あだ家みたいなのはない。だから同盟組めるはずよ。で、あの、延潔させおいてちょっととか言ってるんだけども、この時、あの、こっち側のね、欄に、あの、外交の欄あるけども、どこもお互い誰も同盟組んでないから。で、こいつは多分電波側か何かだと思う。どこまで撮影したかとか、家の中の状況とかを、テレビ局の人間とかは、他者とかに言いふらしたりとか、 何か電波で分かるようにして、で、こういうふうにしてる。で、これ手振ってるクスさんお邪魔しますって、後からこうさよならって言ってくるから。文章ではこういうふうな書き方して絵文字で表現してくるから。めちゃくちゃ喧嘩打ってくるから、この。ナークラ新八ってやつ。で、100%リア、リア優先って書いてるんだけども、自分たちが良ければそれでいいっていう考え方。もう文章見たら分かる。 ね、この辺にリア100%リア優先って。リアルが充実、自分が充実しちゃえばそれでいいって。まさにピンハネ野郎とかの親玉なんじゃないのしたんじゃないので、こちらでこういうふうな内容を記載してるんですけども。ね、まだ手振るでしょで、こいつ、大奥っていう語形のやつ。 え、ろ、業界の奴らで多くなんぼ稼いだと思とうね。はぁ、あ、お前ら稼いだ金全額国庫に返納せ。ルール法律や。喧嘩うんの喧嘩うんの今右手震えてるよ。喧嘩うんのこのデータ消すつもり、今朝は違法行為で震えなあかんよ。淡井啓介本人です。テレビ出演者なら反省してるかを私は見ているって言ってる。 なあ、テレビ出演者なんかピンハネばっかりやで。淡井啓介の提案で、えー、あ、阪神淡路大震災の後、世界中のいろんな国で、なあ、販路広げさせてもらって金儲けさせてもらったんやぞ。その人間に歯向かう。ふざけんなよ。お前らから1円も俺もらってんぞ。こういうコメントになるの普通や。調子に乗るなって。こいさはじいさんばあさん、それとも議員、議員でもめちゃくちゃなやついっぱいおるから。 なあ、公共工事とかでいろんなところに、えー、お金ばらまきまくって、建設とかに仕事回して、なあ、議員なんて金稼ぎや。300万の教託金なかったら立候補できないから議員って。なあ、大奥や。L 業界集まりようとことちゃうか。もうこんな工芸、通さなから政府は動かなあかんよ。 この間も神戸市北区のツタ屋のレンタルショップを潰したこれで5件目だ。お前らは金だけ稼いで何もし,、ね、していないって。良い行動のことや。な、筋がどうこう言ってんだけど、お前が筋違いなんだよ。お前が筋語るな。どこの筋やねん。 それ通りのことだよ。何々筋って。道路とかの名前だよ。道のことだよ。筋って。あとは筋力の筋とかや。どないなったらこんなわけのわからん言葉遣いなんねんで、おもろいコメありがとうって。こいつも、こいつと組んで、一緒に行動左右から挟み撃ちしてきよったから。ゲーム内で。民間人の労働力で電波動がで,できたと教えただろうって。東日本大震災があった頃に、 えーっと、東京タワー、あれだけで十分なのに、新しい電波塔を作ってたから。あ、本の塊や。神戸でも同じ、阪神淡路大震災が発生して、淡井啓介が住んでたのは、もともと神戸市兵庫区東山町4丁目16の18。東山工房604。そうそう、ここは建て替えてるけども、そのも変われん。 な、その当時、行政がさっと動いて、全開した建物を解体してくれたらよかったんだよ。今はそうなってるよ。阪神淡路大震災の後。で、その間、その時の神戸市長の笹山っていう奴は神戸の町づくり課の人間で、株式会社神戸ワインの社長になっとったやつまず神戸の町づくり課にいて、いろんなよどうでもいい建物をいっぱい作って、株式会社神戸ワインの社長になって、就任して、今度選挙に出て荒稼ぎや。2200万円ぐらいや、年収。神戸市長。で、 家屋全開した人の建物を建てないで何してたかって言ったら神戸オイングスタジアム作ってましたよ。めっちゃくちゃやで。もうそれ僕のホームページに書いてあるから、本当のこと。ウィキペディアにもある程度そうなってる、わかるから。そこに付け足してる内容。もうこいつもうめちゃくちゃ、米咲いといたらいいやんとかなんかもうめちゃくちゃなこと言ってる。 で、こちらも真面目。挑発行為も威嚇行為も民事訴訟法でも刑事訴訟でもある。裁判妨害もだって。やる気そがれ気味ですが、あやさんお手合わせお願いします。恥ずかしいわな。ってお前のことや。お前の実名が世間に出回った時お前、お前が恥ずかしい思いするわ。恥ずかしい思いだけで済むとは思わんけどな。 おどし淡井圭介に何か言わせても効力はない。当たり前、精神病院何回も入れといて行政の連中とか。警察官後で間違えてましたなんかそれ済むわけない。責任問題で会社に残り、エロシーンに出た人間はテレビ関係は禁止だ。これ文書の方ね。警察官、そういう警察官は警察官絶対になったら無理よ。ダメよ。議員も無理よ。公務員も無理やからな。もともとそうなっと。 毎日残業してますとかなんかわけのわからんことこいつ言い始めと。知らんよ、そんなもん。それ以外で金を稼いだテレビ局の社員は残り出たやつがまたテレビに出演してるぞって。エロ業界にね。エロ業界としてテレビに出てたやつが、今度名前書いてアナウンサーで本当に出てきとうから。若月千夏や,や。もともとそのエロの写真集出しとったやつそいつがアナウンサーとして出てきとう。顔見たらわかる。 粗相になった自分の時を考えろ。法的にどう、どうなるかなんだけども、これさっきどうなるかの文章だったと思う。おっかしな判例。そんな判例ないぞ。これそもそも偽名やぞ。世間に公開して当たり前や。 えらいはその米仕事に使えば、えー、くすんのきまさしげ、負けるときは負ける、フレンドを大切にしようねって、もうこいつら金持ってデータで、えー、データ強くしたら金使って、もう何でもあり言うことまで。自由に申請者にな中立の5行をお勧めしますとか、何か言ってるんだけども、こいつらの身勝手に作ったルールや。 こちらがどういうふうなことがあったかっていうのを述べてるんだから、それに対して誠実に対応しないと。それだけわかるから、そいつがどういう人間か。語形はどうことか、もう後回しや。<laughs> 魚食うとけ、って。な、エネルギーの残存量まで何回も言っとけ、こいつは遠ぼけるから。自分たちが気分良かったら、それでいいだけや。 声で合ってる。私の申し出でサルマンここは日本に来日した。声で合ってるから。サウジアラビアや、たくさん埋蔵量あるの。もうそこだけや。そこはもう売ってくれんよ、あなと終わりや。石油の7割は買い、えー、7割はもうサウジアラビアからの輸入や。他の国からも輸入した。日本なんかほとんど石油なんかないよ。お前たちの一番悪いところは開き直ってるところだ。 でこういうふうに言った方がこの、こういうふうなゲームばっかりして、もう何も考えるようになっ,たなった人間、春山生骨にいかに車で来ることが悪いことかということを理解しようから。だから他国に対応してもらうでこれは大事やから、本当に他国の人もこういうふうなことになってるということを理解してもらわなあかん。 現実業界、昔何があったか分かってるような。大林組は謝罪しに来たがって、大林組の代表取締役は謝罪しに来たから、えー、2000年の淡路花博の後、えー、淡井圭介いろんなことを説明して、で、えー、2001年か2002年の、えー、兵庫県の三木市、えー、緑川岡西っていうところ、 かなあの辺りに大林組があるんだけども、えー、そこで、えーまあ、10, 人10人から20人ぐらいタんロをしていて、えー、タンクローリーで巡回してる時に止められたんよ。もう絡まれるんかなと思ったら謝罪されたのよ。代表取締役の何々ですがって申し訳ございませんでしたっていうことで。花博の件で。 あれ、1兆1400億円使って、ナルト海峡と、明石海峡と、淡路島の高速道路、作ってるから。で、それプラス、万博で300億円。それプラス、税金で、賃金、回らんところ、国家賠償法。それしてしい。あ、上がるわ。もう、いくらかかったのかわからん、本当に。その合計。最後の人件費のところ。ねこいつ、仕事しろやとか言うとるけど、ああ、いけすけ、仕事しと。 タイヤ一日で何百本も積んだり下ろしたりしと。もうしんどいからめちゃくちゃ。もう星野リゾートの星野さんがこの間目の前歩いたけ、わかったけども声かける気せん方がも,もうしんどいから本当に。もう腰とかも痛くて本当に。で、あれや、あのー、命綱なしで高いところとか登っとうから。タイヤそこから下ろしとうから。リレー方式で。2階とか、 3階とか4階とかに人が入ってそこから降ろしようから。あ,あれ結構危ないから本当に。タイヤ重たいからホイール付きだから。レクサスの一番重たいのめちゃめちゃ重たいから。今度、ま、これ女言葉使い始めたけど女性かどうか分からへんか本当は。 世界がどれだけ起こってるか考えろってだから淡井圭介は二十歳ぐらいの頃に河川水門式ダム発電とか地下水流ゾンネル発電のこと言ってるからフルーツラパークでエネルギーの残存量問題とかちゃんと分かった分かるってで淡井圭介の睡眠時間を考えろとかそういう文章も 写真撮影したんですけどね、それ出てこいなってるような気がする。なんか、そいつが自分の、なんか仲間のことをどう置こうとかを、なええー、これ新発パなんか知らへんぞ。どこの誰やねん。 で、これ、バリー・ボンズさんのこと。アワイケ井圭介頭の中とか貸して、メジャーリーグで74本という、えー、大記録を達成して、その後アワイ、粟井圭介に何か言いに来た人間がいて、で、ボンズっていう、えー、飲食店作ったりとか、あの、アニメ会社とか作って、で、そこもすぐ倒産した。それ、横領事件や。粟井圭介のお金渡さんかったら。 もともと二十歳ぐらいの頃から粟ケースケに絡んできてる連中いるし、足手まといのやつが混ざったらもう大変やから、本当に。仕事中、へらヘへラらヘラ,ヘラ,ヘラそのプレイの時間中、笑ってるやつ。絶対無理やから、それ。そいつらと繋げられたら。そいつらの頭はなかなか別に要求してないから。で、これ最初から、あの、我が天下と我が天下の戦国部に、 あの、請求書けてるから。当たり前やん、そんなもん。それ知らんかっても、見たらわかるって法律。プログラムって、著作権法のプログラムって、コンピューターのプログラムじゃないから、コンピューターのプログラム、あれプログラムの意味は計画や事業計画のことや。で、人のデータとか盗んだら、それ窃盗とかの方や。 事業計画なんか盗み出したら大変やろだからそこはもう別行さんでいいから、著作権に当てはまるような内容で株、淡いケースに渡したりとか、まあそういうふうなことの対応っていうことや。一応それは、あの、伝えておいた。 税金が入っていない会社なのに、先に雇用助成金のこととかを、えー、記載して言いました。あの、罪の画面に行くのが早かったら一時停止をしてもらったらいいです。だから人材派遣業法が昭和63年に出来上がって、コロ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 ,コロ人を入れ替えることによって、働いてた期間が、例えば半年を経過しましたとかで、えー、まあ1年を経過しましたとかで、えーの、雇用助成金半年だったような気がするんですけどね。だから政府からは雇用助成金100万なり、えー、もうちょっと高かった時は高かったような気がし ますよあれもあの途中で数字多いから分からんのよ本当にそういう商品見たことあるから正社員は金持ちになり高級車などを買いエネルギーの残存量問題に取り組まないな海外旅行とかも行くやろ人を入れ替えて雇用助成金正社員は金持ちになり高級、うん、横領の社会を作った者たちが悪い最初から車のほとんどの人間は買えない家もう家が優先不通これが法の悪用だって この金額かなりの数の人間は終身権だよっていうのは、淡井圭介の場合、どこの会社からも支払いないから、本当は淡井圭介を助けるっていう形で、で、じゃあどういう条件でって、阪神淡路大震災を条件にするんだったら、阪神淡路大震災の被災者が全員当てはまることになるっていうことになるんですけども、そこは、淡井圭介の提案で、ああだとかこうだとか、こういうものがあるところはお金払ってもらわなあかんで、我が天下とか我が天下戦国部は、グラフィックはこういうふうなマップは形で,で、戦闘シーンはこういうふうな形、 で,で、えー、画像的にはこういうものでとか、銀量があって、元宝があって、えー、兵士とかがあって、もう千の話とかもした。で、まあ、五行とか、そういうふうなところも、まあ、けどそんなにたくさんの方、僕の方は、まあ、宝物の話とかもした。えー、宝箱の話もした。で、武魂の話もした。武魂という概念とか、覚醒とかいう概念は、このゲームから始まってるから、本当は。で、ワンピースも淡井圭介が。 ワンピース集営者。もともと淡井啓介との話し合いがフルツラーパークであって、それでワンピースという形で始まったの。だからワンピースの作者は若い。だから最初の頃のワンピースの絵を見たらわかると思うけども、大した絵描いてない。で、後からそれなりの結果を出してきて、スタッフがたくさん導入されるようになって、まあ、あの、形になってきたの。 それしなかったら、継続して長い関数、例えば100巻、150巻、200巻とかそういうところになると、もう最初から若い人を中心で作るしかないから。じゃなかったら途中で引退するから、仕事。<laughs> それうをう集団で計画してきたのはお前ら状況分かったって、青井芸介の自宅の前まで絡みに来た連中とか混ざってる可能性高いから。 で何も言わんかったとしても、お金払ってない企業だったら、それ、絡みに来たんとあ,あんまり変わらへんから。で、これねあの、天空の城のラピたとか、風の谷のナウシカとか、当時の売り上げを見てみろって言ってるのは、これ、売り上げ、後から加算されるんですよ、再放送とか、後から海外での販路が広まると。 阪神淡路大震災の頃は大社売り上げなかったから、天空の城ラピュタと風の谷の直しが海外に売らんかったら最初から無理なの。あのー、まず CD ショップなんだけども、僕は分かった頃よ。僕は分かった頃、本屋さんと CD ショップって日本全国で1000、えー、ぐらいだったから。ほ、うんと。それ大阪府とか東京府。 東京都とか、あと愛知県、神奈川県ぐらいかな、人口多いところ。そのあたりに住んでる人は、えー、CD ショップとかを見かけて勘違いしていた。その割合で、えー、日本中どこでもあるもの全然違うから、人口全然違うから、本当に。鳥取県がなんか 20? 何万人でしたっけ もうそれもあの、死亡届が届いてない話で、しっかりと今計算始まって、人口4年前から減ってきてますけども、最初は10何万人とかそれぐらいだったと思う。それは生まれてくる人の数が少ないのに、なんで人口いつまでっても減らないのってみんな分かったから。海外の、かあの、日本人の死亡届が届いてないだけ、20国籍、30国籍の人とか、海外に移住した人,人とか。 そこの国で亡くなったから、そこの窓口の人も、この国の人が亡くなったっていうことを、えー、それで対応するだけだから。その人の家計とか、もともとどこの国とか調べへんから。で、それから死亡届をずっと、えー、出していってもらわなかったら無理なんだけども、もともと第二次世界大戦の頃の、その、年齢が30歳ぐらいの人が、今100歳超えの人たち。 で、だから90歳以上、もともと人間90歳以上生きている人なんかまずおらへんから生きとうって言っても、例えばもうベッドの上から動けない人とか、もうそういう状況やから。<noise> この時に世界中に淡いケースからの打診で反応を広げた、まあこれがは、まあ、阪神・八大震災のことでね、で持ち込まれたのややこしい話だけだったっていうことはね、まあいろいろ書いてるんだけども、 兵庫県警まで裏切った奴が現れた110番の時に自分で何とかしろよと言って電話を切った奴だ。お前らに警察官は何人いたって、もうだから最初からね、これ警察官の方にも話ちゃんと言いに行ったんだけども、で、それ真面目な警察官はね、まあ、調べるわっていや、もう僕はそこで裁判官まで怪しいって言ったんですよ。あの年齢制限とかエロ業界を認めるような発言した奴。それだったらエロ業界残っちゃうやん。エロ業界の奴らは元々暴力団なんだから。性暴力団。 集団レイプとか本当にしとうから、今まで何回も。売春防止法が出来上がったのが1956年、英、えー、月内でも本当にあの脅してあの集団レイプとかさせとうから、いろんなことで。だから、その当時の警察官も裁判官も検察庁も,も、もう,もう今生きと人間なんかほとんどまずいないんだけども、あのー、信じられない。でそこからの スタートっていうのは、1956年に、ね、売春防止法が出来上がって、だからそれまで、だから僕より年上の人間とかで、おかしな感覚のやつも、僕より年下の人間まで、まだエロ業界のことを合法だって思ってるやつらがいっぱいいるから。で、この間も、つたやつぶしたところ、もう打つたやつ通算500円ぐらい潰れてるから、日本で。だから作っては壊して、作っては壊して、ずっとしてんのよ。だからどこがお金出してんのっていうこと。ね、ほら、最後にさよならって言ってきたでしょ。手振ってきて、最後にさよならっていうやつ。 長倉クラシンパチ、A クラシ知らんよ、読み方。自分でこう言わせえよ。自分の運転免許証ぐらい千円に公開して。淡井圭介みたいに。で、こいつ、えー、やたらと喧嘩売ってくるやつ。また、なんか、こう、ね。こう、なんかトーンつけてるからね。 5835って。何が言いたいのか全然分からん、そんなもんで。富士テレビ、まあ僕が思い出せ、まあ思い当たるところは、富士テレビの加藤綾子。綾分からない。あいつは役をとか使って遊ぶから。もともとそう、僕が生まれてきた頃からそう、テレビ局って、一文字友ばしとか二文字友ばしとか平気でするから。役座って役座やしのこと、本当に。 もうそれはホームページ、青井啓介の利益で、YouTube 一覧用で山口組のこと説明できますのところ、本当は取り締まられてるから、医薬品業界とか、医療業界、何回も。昔からずっと同じや。